2016年リオデジャネイロオリンピックのバドミントン競技は2016年に開催されたオリンピックバドミントン競技である世界バドミントン連盟管轄。前回大会同様男女シングルス男女ダブルス混合ダブルスの5種目で実施8月11日から20日までリオセントロパビリオン4で開催 予選期間は2015年5月4日から2016年5月1日までであり、5月5日に公表される BWF 世界ランキング上位選手に出場権が与えられるが、各種目とも1カ国最大でも2名までしか出場できない。出場権獲得権内に1カ国から上限を超える数の選手が含まれている場合は、NOC は順位が下位の選手を 上位の選手の代わりに選択することができる。なお開催国ブラジルはシングルスのみ自動出場権が与えられている。ランキング上位34名プラス1名と招待枠3名が出場権を得る。ただし1カ国からは2人または1名までしか出場できない。複数の種目で出場権を得た選手により出場選手が 男女86名ずつに満とない場合は86名に達するまでシングルの選手が追加で選出される。実際には招待枠は女子では適用されなかったためランキングからの選出となった。また男子の大陸枠も使用されなかったためランキングからの選出となった。本大会では3から4名による13のグループステージの上位1名が 決勝トーナメントに進出する。日本からは男子では佐々木賞、女子では奥原希望と山口赤根が出場した。奥原と山口が決勝トーナメントに進出し、準々決勝で山口を破った奥原が銅メダルを獲得した。ランキング上位16組が出場権を得る。ただし1カ国からは2組、または1組までしか出場できない。 大陸枠はランキング50位以内に位置している場合のみ適用される。アフリカ勢はいずれの種目も50位以内にわずかに届かず出場できなかった。また、オセアニア勢も女子ダブルスでは出場権を得られなかった。本大会では4組による4つのグループステージの上位2組が決勝トーナメントに進出する。なお、前回大会で発生した グループステージの消化試合における無気力試合問題に対応するため、決勝トーナメントでも組み合わせ抽選が行われる。日本からは、男子ダブルスでは、遠藤太夫、早川健一ペア、女子ダブルスでは、高橋玲香松友美咲ペア、混合ダブルスでは、ガズノ健太、栗原文音ペアが出場した。女子ダブルスでは友名をくるみ、 福満久子ペアも出場を目指したが、アジア選手権決勝で高橋、松友ペアに敗れた結果、ランキング9位となり、出場権を逃した。3ペアとも決勝トーナメント進出を果たし、高橋、松友ペアが、オリンピックバドミントン競技で日本選手初の金メダルを獲得した。ありがとうございます。